タッフが3日3晩眠らず考える問題が毎年大好評のクイズコーナー。今年も難問珍問がいっぱいです。グランパスのファンタジスタ中村選手、もしサッカー選手じゃなかったらどんな職業がお似合い、クイズ100人に聞きました。はい、お名前をどうぞ。鈴木舞です。鈴木さん、好きな選手は？中谷選手。そこで中村選手って言えよ。はい、好きな選手は？中村選手、ね、出てくるかもしんないのに。街行く人がこの4つの中でどれを選んだと思いますか？2番の建設業。それはそういうイメージがありますか？ワイルドな感じ。ワイルドな感じでちょっとこう作ってそう。それでは正解 VTR 見てみましょう。後ろご注目ください。子供のイベントでなんか子供と触れ合ってるの見て、案外ホフさんなんか向いてるんじゃないかなと。優しい感じがするじゃないですか。スクールとかでも楽しくやってるんで、はい、建築系かな。力がありそうだから。なんかちょっと野生的な感じ。ガス管工事、ファイナルアンサー。寿司屋。料理とかうまそうだから。なんとなく職人っぽい感じがするんで、料理人っていうところですか。和食割烹みたいな。居酒屋の店員。いらっしゃいませって感じの顔が。居酒屋の店長。店長よりちょっと下ぐらい。そんな感じ。微妙だな、これ。よく似合ってますよ。似合ってるのか似合ってないのか。中谷選手のファンらしいんですけど。中谷です、はい、一言。途中で中村選手に変わったんで。あ、じゃあちょっと一言ね、メッセージを。もっと去年よりいい試合見に行こうと思うんで、点をいっぱい入れてください。頑張ってください。はい、はい、じゃあ握手なんかしてね。ありがとうね。ありがとうございました。彼女に握手お願いします。